こちらに赤いボールがあります。手の中でこのボールを揉んでいきますと、なんとなんとなんと鳩が出てきたらすごいと思いません？ハートが出てまいりました。はい、皆さんおはようございます。ラッピー石橋です。今日は前回から引き継いでですね、思ったカードが消える、これの完成編を皆さんにお届けして楽しんでいただきたいと思います。それでは早速始めます。これはですね、実際舞台でもできるように大きく作ったものです。で、これは本物のトランプをですね、貼り付けてございます。そしてこれはまあメンタルマジックっていうことで、見てる方全員に参加していただける、まあ唯一の傑作マジックだと思います。そして覚えていただいたカード、それがこの中から1枚だけ消えてしまうというものでしたね。はい、これの作り方ですね。これが一番大きい方です。それから中くらいに作ってみました。はい、そして今回ですね、皆さんにおすすめしている持ち運びもできて、なおかつ同じように現象が楽しめるというこの小さいものをですね、用意しております。で、これにですね、この小さく切ったものを貼り付けていくんですが、その貼り方ですね、こちらの、はい、小さなですね、この印刷したトランプの後ろに1箇所、2箇所、3箇所、4箇所、5箇所、5箇所ですね、糊をつけていただきまして、まあ上からですね、上の方を少しですね、このぐらいこう残して、このようにこう貼っていただければよろしいんじゃないんでしょうか。この三角の上の方ですね、こういう感じで、はい、これをですね、全部で最初に作った方の切り取ったものをこのように貼ります。順番はですね、好きなように貼って大丈夫です。はい、で、まず1枚、2枚、3枚、4枚、5枚、6枚こちらの面に貼りますね。そしたらこれをこういうふうに折りたたみますと、はい、二等辺三角形が2つね、合わさったような感じです。そしてこちらを開けるともう一面が出てまいります。そのもう一面の方に今度は1箇所だけですね、スペースを開けて1枚、2枚、3枚、4枚、5枚ですね、5枚貼っていきます。はい、でそうやって出来上がったのがこちらですね。はい、ということで、あとは、最初からやり方を説明しておりましたように、これの使い方としましては、今からメンタルマジック、みんなで楽しめるトランプマジックをやりますと言って、はい、こちら黒ですね、今からトランプが6枚出てきますから、好きなトランプをしっかりと覚えてくださいねって言いまして、このように見せます。はい、そして例えばダイヤの5を一人の方が覚えたとしますと、はい、覚えましたね、
ここはまあしっかり覚えるためにゆっくりやってくださいね。1枚だけしっかり覚えてくださいね。全部覚えられると困ってしまいますからね。1枚だけ。はい。そしてこれをですね、こうおまじないをかけて1枚だけ覚えたカードが消えてますと言って、まず黒い方を見せます。そしてこれをひっくり返すと、確かにさっきのダイヤの5は消えております。これはハートの8ですから、はい、完全に消えております。それで見てる方全員が楽しんでいただけるわけなんです。ぜひこの思ったカードが消える、これを作ってですね、皆さんで笑顔になってください。はい、ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。笑顔の花咲くマジック教室、ラッピーしばしがお届けしました。じゃあ次回またお会いしましょう。